法政大学陸上競技部の佐藤です。同じく、法政大学陸上競技部学生トレーナーの藤村です。今から平泳ぎキーピングという種目をやっていきたいと思います。20回なんですけど、それをまた2セットから3セットというふうに、ベストを少し加えながら行っていきます。一般的な背筋の種目に肩甲骨の動きをプラスしたものになります。20回終わった後にキープするのはだいたい5秒から6秒ぐらいで10カウントで行っていきます。肩甲骨の動きっていうのは腕振りの時に重要な動きになりますので、そこの動きを確保しながら背筋を鍛えていこうという目的で行っています。